株式会社オアリアは、かつて、千葉県を営業基盤とするスーパーマーケット、ベリーフーズオアリアの運営を行っていた企業である。CGC グループに加盟していた。二千十四年八月六日、全商ホールディングスの子会社である、中間持ち株会社、日本リテールホールディングスの完全子会社となったが、二千二十一年三月三十一日に、株式会社、マルエ、 株式会社フレッシュコーポレーション、株式会社アタックの3社とともに、株式会社マルヤから、称号を変更された株式会社ジョイマートへ、吸収合併され解散した。ベリーフーズオワリアは、ジョイマートの一部ランドとなったほか、旧、オワリア本社も、ベリーフーズオワリアの運営事務所である、ジョイマートオワリアカンパニーとして存続する。 AB 株式会社オアリア第73期決算広告2020年3月期日証券報告書全商ホールディングス当社市会社による株式会社オアリアの株式取得に関するお知らせ全商ホールディングス h t t p w w w z e n s h o c o j p d o c s 1 4 8 6 p r e s s p d f 2 0 1 4年10月22日閲覧新会社設立に関するお知らせジョイマート2021年4月1日株式会社終わりや国税庁法人番号 好評サイトベリーフーズ終わり屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。